エンブラントの失神した人18世紀のフランス、着付薬をアルコールや香油に溶かしてスポンジに染み込ませたものを入れた容器と容器、入れ着付薬は気を失いそうな人、失神した人、スポーツ選手が倒れそうな時や気合を入れる時に嗅がせる化合物である。スメリングソルト、着付薬、鍵塩とも呼ばれる。通常は白色個体の炭酸アンモニウムを使用するが、 アルコールや香水に混ぜた形でも使用される。交換神経を刺激する。興奮剤であることから、意識の喪失に対して抵抗力が得られ、普段の力以上の力を発揮できる。そのため、パワーリフティングなどの多くのスポーツ選手が使用している。ボクシング選手も使用していたが、多くの競技会で、ドクターストップの判断が難しくなるため禁止された。2005年、 元アメリカンフットボール選手のマイケル・ストレーハンは NFL プレイヤーのうち70から80%くらいが使用していると見ているとコメントしている。ローマ時代から使用されており、博物学者プリニウスはハミナヤカス・サルと記述している。その後、カンタベリー物語や錬金術などで記述が見られる。17世紀には鹿の角やひずめから得られたため、 ハーツホーンソルト、ハーツホーンスピリットと呼ばれた。着付け薬では微量でしかないから問題ないが、長時間、高濃度のアンモニアガスを嗅いでいると呼吸停止や意識障害が起きる。また、高い濃度で微粘膜や高校粘膜を傷つけるので、1 0 1 5トルと離して使用する。スポーツの世界では、医者によるドクターストップ判断が難しくなるため、使用を自粛する場合がある。 ありがとうございます。